You're listening to Shibuya Cross FM。 スタガヤプレゼンツ、マナカレイの渋谷トーキングスタート。あらあらあら、手振ってくれてる。ありがとうございます。皆さんこんばんは。スタガヤプレゼンツ渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第4金曜日の5時より、ここ渋谷クロス FM から生放送でお送りしています。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいります。改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。もう一回あの手を振ったのを要求したらやってくれました。ありがとうございます。はい、改めて自己紹介を私からさせていただきます。お願いします。はい、レイレイことマナカレイです。普段はタレント、女優をしております。皆さんフォローお願いします。緊張してる、やばい。よろしくお願いします。なんかしてから、はい、こういう子です、うん、フォローよろしくお願いしますじゃないね。また最後に宣伝しますので、名前だけでフォローよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてサブ MC の紹介させていただきます。はい、今回サブ MC を務めていただく渡辺望さんです。はい、渡辺望です。よろしくお願いします。サンオフィス所属俳優とライバーをやっております。フォローよろしくお願いします。完璧。ねえ、素晴らしい。いや、あの可愛かったです。良かったですか。可愛かったです。すいません。はい、今回はこの2人で最後までお送りさせていただきます。うん、5時25分頃には特別ゲストの株式会社フリーウィンドの明石国隆さんにもね、ご登場していただく予定ですので、お楽しみにしていてください。ね、珍しくゲストが、はい、ね、楽しみですね。楽しみですね。うんうん、はい、最初はね、私たちの近況についてお話ししていきたいと思います。はいはいはい、いや、おなじみの近況コーナーですけど。近況コーナーですね。この2人はもちろんね、何度もお会いしてるんですけど、はい、こうやってちゃんと喋るの実は初めてかな。2人っきりで話すなんて初めてすぎて。言い方で怖い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 。いやいや、空間が2人なんで。まあまあまあ、それはそうですね。みんなで話したことはね、ちらほらありますが、なんか、ね、のぞみさんが普段何してるかとか、まあ、はい、全然わからないですね。そうね、普段って言っちゃうと僕今配信がメインっていうぐらいになっちゃうんだけど、はいはい、ちょっとざっくりじゃ経歴というか、はい、僕もともと劇団を立ち上げたのよね、自分で。はい、すごい。うん、で、まあ、すぐ終わっちゃったんだけど、はいはい、その劇団を大きくしたいなと思って事務所を探したのよ。うん、そしたらサンオフィスさんが出来上がりましたよと、1年目ですよとっていうの、はい、最初のメンバーを募集してますっていうのを見つけて応募して受かって、はいはい、で、サンオフィスではお芝居をしたり、主にやってたのは舞台を作る方だったですよね。あ、そうなんですね。結構表に出る方じゃなくて裏方の方だったってことですか。が多かった。多かった。脚本と演出を4本ぐらいやったのかな。はいはい、うん、であとはそうね、その流れで配信もやりましょうって言って、今はメインが配信っていう感じですな。すごい、うん、知らなかったです本当に。そうね、ぐらいの関係なんでね。そうですね。いや、別に仲はいいんやけど、その細かいことを聞くタイミングは別にないよっていうとこやったよね。いや、ちょっと真中レイちゃんですよ。はい、ちょっと聞いてみてもいいですか。私ですか。うん、でもサンオフィスに所属してまだ1年ぐらいなので、本当にのぞみ大先輩って感じですよね。もう結構もう歴長いですか。いて、もう細かい年数わかんないなあ、はいはい、多分8、9、10年とかそういう感じですな。はいはい、そうですよね。うんうんうん、その中でね、いっぱい俳優のお仕事だったり舞台に出てたりとか、うんうん、なんかランウェイも出演したことがあるってちょっと聞いたことあって。ありますあります。はい、スーツ美男子グランプリ、うんうん、見たことあると思って。ありましたありました。準グランプリでした、ね、はい、すごい。ありがとうございます。本当すごい。なんかそれを深掘りするのもあれなんですけど、はいはいはい、全員メンツ知ってるんですよ。あ、全員、はい、サンオフィスの所属してるメンバーもそうなんですけど、あともう一人
の方も知っていて、あ、本当に、はい、え、なんか謎、このメンツ謎とか思いながらちょっと知ってたんですよ、はい、それ身内が揃っちゃったみたいな感じになるね。そうなんです、それも所属する前に知ってたので、それコンテストミクチャーなのかな、なんか、あ、そうです、見てました、はい、あ、そう、それを見てくださってた、はい、あ、どうしよう、なんか急にすいません、なんかありがとうございます、いや知ってたんですよ、実は、あ、はい、そうなんやね、所属する前から、 ありがたいことでございます、はい、一方的ですが、いや、そうなんや、はい、うん、で僕レイちゃんお会いしたのは多分ラジオが、そうですね、うん、初めてで、え、それどうです、第一印象とかちょっとお互い言ってみますか、第一印象ですか、第一印象、え、なんかもうスーツの人だしか思わない第一が、え、待って、見たことあると思いながら、そうです、そうなんです、第一がすでに住んでるから、そうなんです、そうなんです、そうでした、そうでした、でもすごく初対面の本当に最初の時は、うん、ああ優しい方だなと思って、あら、いやなんかね話したことがちゃんとなかったからね、そうだよね、はい、うんうんうん、あれだな、その優しくありたいなみたいな気持ちは僕結構強いんやけど、うん、そこ僕ちょっとこじらせてるのよ、いやいやいや、優しいとは何みたいな、いそのなんか、なんでしょうね、その人のためって何みたいなのをこじらせてるから、はいはい、優しいって言われて嬉しいんだけど、うん、何ができてたかなって今ちょっとなんか考えちゃった、なんか結構パッとこうちゃんと見た時に、うん、なんかもっとはっきりものを言う人なのかなとか、うんうんうん、なんかもう的確なアドバイスをする方なのか、まあそちらそれもそうなんですけど、うんうん、話したら結構優しいっていう、なんか一括りにするとあれですけど、なんか先輩だけどもうすごい親身に相談できる、あ、うんうんうん、なって思ってすごいなんか褒められなんか慣れてないような、この時間ごめんなさい、この地上波を使ってですねそうですね、すごく感じました、あ、本当にごめんなさい、贅沢な時間を過ごさせていただきました、ありがとうございます、感謝でございます、そうですねいや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 、いや僕も第一印象言わせてもらっていいですか、はい、ですな、僕すごい覚えてるんですよ、初めてここで共演させていただいた時に、はい、うん、誰かが話してた時の笑顔が僕は結構印象に残っていて、はいはい、そう、初めてレイちゃんが来た時のトークが、はい、そのどれぐらい盛り上がったかはそれ周りの方が決めることやけど、うんうん、はい、なんだろう、自分がそのなんだろう、話してレイちゃんが喜んでるよっていう構図ができてたから、はいはいはい、全体的にすごくね生き生きとした現場の空気だったようなのをすごい覚えてて、うん、なんかこういうリアクションっていうのが本当に大切な、ね、うん、世界だっていうのはもうね、うんうん、皆さんも知ってるかななんて思うけど、はい、こういうの大切なんやなって改めて思った時間だったですね。そうですね、うん、なんかその初回放送、私の初出演情報をね、うんうん、YouTube で見返せるんでどこの場面なのか私も見てみたいなと思いますが、僕がおいい笑顔ってなってる瞬間もあるんですねじゃあ見返してみようかな、うん、ちょっとぜひやってみてください、はい、そうですね、じゃあそろそろね良きところで、あら本当に、はい、あら曲紹介いきますかね、はい、はい、うん、ということで本日の1曲目をお送りいたします、いつサニーで乙女心作動中、どうぞ。バカ
ただいたのは It's Sunny で乙女心作動中でした、うん、それでは次のコーナーです。もっともっとフリートーク、よいしょー、これ僕も言うんだったね、はい、はい、でも次もねフリートークさせていただきたいんですけど、さっきね、そうですね、僕ちょっとこの台本をいただいた時にですね、今回2人でやるじゃない、だからフリートークじゃなくてなんか企画的なものをこう出してね、この2人の空間をねなんかうまくつな、台本でつないでもらえるかなと思ったら、もっともっとフリートークって書いてある、鬼と思ったけど、はい、さっき近況話してない近況話しましょうって言って第一印象で終わっちゃったので、うん、しかも結構近況意気込んでたのよレイちゃんが、1ヶ月空いてるから言いたいこといっぱいあるんですって話も聞いてたの、はい、1ヶ月ぶりのねラジオなのに近況話せぬまま、そうなんです、だからこの台本よくできてるなと思ってすみません、ね、なのでもうちょっとフリートークにねお付き合いいただきたいなっていうふうに思いますが、はい、近況です、近況ですね、はい、どうですか1ヶ月、はい、うん、9月になってねなんかもっとねまだ暑いかなと思ったら最近すごく寒くて一気に気温が下がりましたよね、うんうん、で3連休がね9月は2回あるということで、うんうん、ね、今週も金土日で3連休赤の日が2日間あるから2週連続ということで、ね、で先週の、月曜日、あ、金土日の日曜日かな、日曜日に、うん、23日で終わっちゃうって言ってたんですけど、うんうん、ナイトプール初めて行ってきたんですよ。あ、ナイトプール、そう、初めて聞いたことだけあるよ。そう、うんうんうん、で、3連休最後もう9月の3日までかな、うんうんうん、で終わっちゃうって言って滑り込みで行ってきました。そうか、夏限定とかそういうことなのか。あ、そうです、夏限定で7月の頭ぐらいからやってたのが、うん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 、もう終わっちゃうみたいな。あ、なるほど。そうで寒いかなと思って、夜プール入るの寒いかなみたいな思ってる人いっぱいいるのかなと思ったら、うんうん、意外と空いてて、へー、そう、写真映えもすごいしました。あ、そうか、うん、ナイトプール綺麗なところがポイントだもんね。そうです、そうです、なるほど、そうなんです、すごく繁忙期って言ったらあれですけど、うんうん、すごい賑わってる時に行くとプール人だらけで、うん、もう、そうやな、映りがね全部人になっちゃうみたいなそうやな、映しでね、際どいしな、服もな、そうな確かに、そう、修正かけないといけなかったりね、そうなるな、そう、あ、なるほど、はい、プールに行けたことがこうなんか夏最後の楽しそう思い出作れて、そうそう、うん、めっちゃ綺麗で、そう、夜景も綺麗に見れてみたいな、うん、寒いのは大丈夫だったの？あ、全然寒くなかったんです。あ、そう、温水プールみたいな感じだったんで、じゃあ一番いい感じに結果になったっていうことだ。そう、穴場だなと思って、すごいね、終わり際に行くのがいいかもしれない。おすすめだ、おすすめです。あ、なるほどね、誰に向けておすすめって言ナイトプールのすすめ言いたいんかないなって思いますけど本当に、はい、ちょっとただのねこう報告ですね、うん、でも、はい、ね、これで、あ、なるほどってなった人いると思います。そうですね、はい、あと、はい、のぞみさんは何かありますか？近況、そうですな、はい、すごいちっちゃいことを、うん、結構僕の中でね、なんか大きい、はい、僕の中では大きいんですけど、すごいちっちゃいことがあるんですよ、はい、僕実家に今住んでるんですよ、はいはいはい、で、うちの母がね、両親ともにいるんですけど、はい、母がね、その家事をあんまりやらせないんです、僕に。はいはいはい、やらせない、やらせないんです、はいはい、もう全然、だいたい終わっちゃってるの、僕が手伝いに行こうとした時には。で、なんかするって言ったらもうないのよ、うん、おー、うん、さあそれが何があったのか、はい、今度から、はい、お皿を自分で洗おうっていうルールに変わったの。だから僕ずっとお皿洗いすらしてなかったの、この年で。はい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 、お皿は各自洗おうっていうことになって、はいはいはい、で、食べ終わったらすぐにくるくるって洗ったらすぐ終わるだけの話だから、うんうん、そのまあ1分2分3分ぐらいですか、うんうんうん、ひと手間が僕の生活の中に入ったんだけど、その一個も仕事ない状態だったからさ、はい、何もする気にならないのよ。そうですよね、家にいると、うんうん、もう寝て起きて飯食って寝るっていう生活で、仕事だけ、ありがたみをね感じますよね、うん、ただそこに一個仕事が入ると、はい、仕事一個終えると皆さん分かると思うんですけど、うんうん、なんかやる気が出るのよ。うんうんうん、なんか違うことをやる、あ、やりたくなる。そうそう、はいはいはい、あとなんかあったっけなみたいな、はいはいはい、掃除機とかみたいになるのよ、うんうんうん、でなんかどん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 僕の生活が今好転してってて、で今もうなんか隙間時間とかに、うん、なんかできることないかなみたいなのを考える時間が長くて、うん、でなんかそれがこじれてこじれて、うん、
スマホのメモに、はい、あのスローガンみたいに、うん、明日のためにできることってやることリストみたいなねそう明日の自分のための投資を今私をしてるんだみたいな、すごいそのスローガンが書いてあって、はい、であの筋トレとかも、あの今まではもうただ、うん、ただ自分のノルマとしてやってたけど、うんうんうん、明日の自分のために筋トレをしようっていう気持ちに変わってて、めちゃくちゃいいことそうなんだ、どこまで続くか分かんないんだけど、うん、今僕ねバイタリティがすごいですね、なんか真似できますね、うん、それは、うん、全然できると思う、うん、あのぜひねあの明日僕正直自分嫌いじゃないけど、うんうん、そのなんだろう大切にしてるかっていうと微妙なところなのよ、うん、その別に僕がどうなっても、はいはいはい、いやもちろんあの、ね、ファンの方がいてくださって、うんね、僕が元気でいることは大切なことやけど、うんうん、あのなんだろうね僕どっちかっていうとちょっと綺麗事っぽくなるけど周りの方が大切というか、うんうんうん、なところがあるから自分ちょっと二の次にしてるとこはあるんだけど、はいはい、明日の自分やったらまあまあ好き、結構大事にできるっていうのが分かって、うんあのねこの考えよかったら皆さんにお伝えしたいなと思って、すごいいいことだと思います。ちょっとこのエピソードを持ってきてみました、うん、なんか何も考えずに明日になって、うん、なんかね、そう何も考えずにこう過ごすよりは意識して動いた方がやっぱ充実感ありますよね。そうだから明日になった時に、うん、昨日あれをやった今日を迎えてる自分は、うんうん、やっぱちょっと輝いているというか、うん、確かに そう、それがなんかね嬉しいし、さらにそれがモチベーションになって明日に明日の自分のためにできること、あとギターの練習を再開したりとか、すごい、うん、なんかねいろいろやってる、なんか一つ勉強しなきゃな何か始めてみることもねね、前回お話ししたけどね、ぜひぜひ、うんうん、本当に語学とかも本当にちょっとした明日のために、うんうん、明日の自分のために一個単語を覚えようとかって、うん、結構いいと思います。すごいっていう大人です大人です。皿も洗ってないけど洗うように家事してなかったですです。いやでも本当にありがたみを感じますし、うん、はいはいはい、うん、いや近況言えてよかった、よかった、よかった、忘れるとこでした。でフリートークができませんっていうお時間になりました。はい、ね、はい、次のね、本日の2曲目をいきたいと思います。あ、20分までか、ごめんなさいごめんなさいはい、ジェードで君だけのコリロ、どうぞ。姿
お聞きいただいたのはジェイドで君だけのコリドーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーはレイの知らない世界。イエーイ、聞いたことあるこのタイトル。おー、嬉しい、ありがとうございます。はいはい、はい、こちらのコーナーは企業の方やアーティストさんなどのお客様をお招きしてお話を聞いていくコーナーです、うん、こちらは MC の私を含めてなかなか関わることが少ない企業様や他分野で働いている方にお話を伺いして、うん、知らない世界を深掘りしていこうと思っております。はいはい、では早速渡辺さん、ゲストの方のご紹介お願いいたします。はい、本日は株式会社フリーウィンドの代表取締役明石邦隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、あれ自己紹介お願いしますって言われてからじゃないんですね、はい、自己紹介お願いします。はい、私はですね、皆さんの広告の便利屋、うん、株式会社フリーウィンドの明石と言いまして、はい、得意なのはね、会社のロゴとか、うん、あと皆さん配る名刺とか、うん、チラシ、パンフ、うん、それとか看板のデザインとか施工とかね、うん、やってる広告代理店ですね、うん、あ、はい、なるほどなるほど。でコロナ前はイベントも結構やってたんですけど、コロナでね、イベントがなくなっちゃって、うん、なるほど、直撃ですね。そうなんですよ、だからもう潰れるんじゃないかと思ってね、うん、でもう給料払うためにね、ローソンでバイトしたりとかもう口磨きしたりローソンはリップサービスでって感じの会社です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介をね、いただいてどんなお仕事かちょっとだけね、分かったのかなと思うんですけども、さらに気になることを質問していきたいと思います。はい、はいはいはい、ではいくつか質問をね、用意したので、はい、時間が許す限りしていきたいと思います。いくらでも時間ありますか。いくらでも時間はないです。ラジオはい、はい、先ほどね、お仕事についてお話しいただいたんですけど、その広告を作るお仕事をなわけですよね、はい、で広告代理店っていう言葉自体は僕らも、うん、耳にもさすがに馴染みはあるんですけど、はい、なんかじゃあいざ広告を作りますって言われて、まず何するのかなっていうイメージはあんまり湧かないかなと思って。うん、そうですね、うん、僕もなかなか湧かないんですけど社長まあうちはね、デザイナーが優秀なんで、僕が打ち合わせ行った後その内容を言うと、デザイナーが、ね、例えば2人のチラシ作りたいって言ったらイメージを聞い取って、はい、それをかっこいいのとかおしゃれなデザインしてもらっ、して仕上げて、それを、まあ、印刷までして納品とか、ね、大きなね、有名どこのね、ね、デイさんとかね、ね、シロさんとかああいうところみたいな、テレビから全部やってるわけじゃないんで、本当にちっちゃくちっちゃくやってる。あ、じゃあ、デザイン自体は社長、デザイナーさんが担当していて、ね、社長がやるのはその何でしょう、その仕事を取ってくるだったり。そうそうそう、うちの会社はね、僕いらないってよく言われてるんですよね。はい、デザイナーが優秀でね、他の社員が優秀だからそうなんですよ、デザイナーさんが優秀っていうのは、例えばどういったエピソードか。結構ね、本当に僕が適当に打ち合わせしてくるから、すっごい大なんか決まってないんだけど、それを形にしてくれるんですよ、ちゃんと。なるほど、まあ、今適当っていうのは失礼ですけど、一応僕の分かる範囲でね、はい、聞いてきたのを形にしてくれるんで。いや、でもすでにご聞きいただいてる皆さん分かると思うんですけどこの方ね、もうさっきね、楽屋でお会いしたんですよね、うんうんうん、邦高さん、お話をしたんですけど、一番最初の開口一番がギャグはありですか聞いてきました。僕もれいちゃんも、あ、もう今日大丈夫だみたいになって。いや、でもさっきから僕ギャグ言えてないですよ、真面目な答えですよ、はい、自虐ネタずっとやってますよなかなかね、お仕事が深入りしないですけど、宣伝できたらいいなと思っていますので。そうですね、じゃあフリーウィンドさんのお仕事の内容についてなんですけど、はい、そのおすすめできる方というか、自分の現在のお仕事、自社サービスっていうんですかね、うん、それどういう方におすすめしている感じなんですかね。今ちょっと言い忘れたんですけど、うん、結構今広告って皆さん SNS とかやってて、デジタル広告って、いろんなの入ってこないですか、これ買えませんかとか、いろんなに対して、うちは僕が頭悪いから、デジタルじゃなくてアナログなんですよ。だからそのさっき言ってた紙とか名刺とかもなんで、紙に対して、なんか皆さん結構それでも紙の方がいいっていう人も世の中いるんですよ。僕も結構その感あります。で、得意なのがやっぱりポスティングって言って、僕もう一個会社持ってるんですけど、そこがポスティング専門の会社で、皆さんの家のポストとかにチラシとかっていっぱい入ってる。はいはいはい。で、皆さん多分新聞ってあんま取らないと思うんですよ。はい、昔は新聞を7割の家が取ってたんですけど、今3割しか取ってないんで。3割になっちゃってるんですね。はい、だからね、新聞に折り込み広告入れても反響がないんで。なるほど。でもポストに入
入ってれば、うんうんうん、皆さん絶対あの、うんうん、ね、電気代の請求書入ってないかどうかって一応とりあえず見るじゃないですか、うんうん、でポスティングがあの増えてるんで、うんうん、うちが、まあ、お客さんで多いのはの学習塾、うんうん、塾さんとかあとスポーツジムとか、うん、エステさん、うんうん、あと買い取りとかあのテイクアウトですね、うん、そういったお客さんが多いですね、はい、あ、なるほど、はい、僕今バイトしてるんですけど、うん、そのバイト先の顧客さんがあの結構高齢の方が多くて、うん、あのやっぱりチラシで来るっていう人すごい多いんですよ、多いですね、うん、だから紙媒体は、まあ、まだまだ全然、うん、そうなんですよね、うん、僕もだからネットで来てあ今度見ようかなと次に入ってこないんですよ、ああの確かに探しても出てこない、ね、確かにその気になった人を逃す可能性があるのか、うん、そう、あ、なるほどなるほど、それはちょっと面白い話を聞けました、うん、ポスティングの、うん、例えばチラシに関してなんですけど、はい、そのなんか気をつけているというか、そのポスティングのチラシで大切なことみたいなのって何かあったりしますか、うん、ね、やっぱり結構いろいろ入ってるんで、うん、パッと見て何のチラシか分かるってこと、そうですよね、確かに、うん、文字がダーって多いと、うん、皆さん見ないと思うんですよ、それがなんかね、うん、この渋谷クロス FM みたいなこんなパーってこういうなんか目立つのがあったら、うん、あ、なんだこれって、うん、ちょっと見ようかな、うん、それでさらに割引券とかがついてたら、うん、あ、ちょっと取っとこう、なるほど、うん、どういうやつです、安くなりますっていう、そうそう、なるほど、最初の初動のインパクトがそう、確かに、はい、そうですね、もう芸能人と一緒ですね僕らもだから必要よ、頑張ります、必要、その分かりやすさ、はい、そう、入り口です、入り口、そう、いやちょっといろいろ聞きたくなってきていや僕もいろいろ喋りたくなってきたなもうしゃ結構喋っていやちょっと一杯いただけますか、ね、出てこないですよあわよくばと思って、それにつまみもお願いしますここ飲み屋じゃないですってじゃあこの後ですねいやいやいや、これちょっと聞きたいのが1個あるんですよ、はい、ちょっと流れと違うかもしれないんですけど、はい、その印象的だった案件っていうのはちょっと最初から聞きたかったんですよね、印象的はね、あの、うん、これちょっとあのもうすごい、もううちの会社今13期目なんで、はい、あの仕事はやってるんです、この業界自体も僕はあの30年やってるんで、はい、ただ印象的なポスティングがあって、うん、滋賀県のポスティングだったんですけど、うん、あのどこもやってくれるところがなくて、はい、でも週末までに巻かないといけないって言って、うん、僕がスタッフ連れて4泊5日で行って、うん、もう朝から夜まで巻いて向こうで食べて、また泊まってそのまま巻くっていうのをやったっす、すごいお遍路さんみたいです、そう、もうあのね足にねあの豆できて3つぐらい痛いよっていう感じでいやでも本当にそうなりますよね、そう、もうだから二度とやりたくないと思ったんだけど、はい、もう最近はねあのみんながやってくれるからあんまり逆にねあの社長来るとあの動き遅すぎて邪魔ですって感じなんで、本当に最後自虐でしっかりすごいオチがちゃんと見習わなきゃ本当に、うん、本当に、うん、あの今日お会いできてよかったなって思います、この質問してくんないですか、この質問今何 あのやってたら、もしやんなかったら違う仕事何やってますか、いやもうあのいややりやすい、こっちも、はあ、ちょっと質問させていただきたいんですけども、はい、今一番力を入れているお仕事っていうのはアイドルですかね僕はい、あ違うか、違う、あそれはアイドルはやりたい、アイドルは違ったか、まあ、いや力入れちゃったかそれでも今、力入れてるのは正直ここだけ真面目にあの言うと、はい、新しく今月から始めた事業で、はい、携帯電話に塗るコーティング事業を今始めたんですよ、うん、なんかあんまり関係がない、トンカチで叩いても割れない、あのほぼ割れないっていうので、あの皆さんシール貼るけどシールって端まで届かないから端から落としたら割れるじゃないですか、はい、そうですね、コーティング塗ると端まででね、あそうかそうか、隙間をね自分で埋められるから、そうそうそう、っていうのをちょっと今宣伝しようかななんて一瞬思ったんで、あなるほど、はい、ちょっとなんか詳しく聞きたいですね、ね本当にその資料は、うん、あの僕のフェイスブックにいっぱい載ってるんですけども、フェイスブック何で検索したい、お名前調べれば出てきますか、いやあのうちの株式会社フリーウィンドの明石国高で調べれば出てきますよ、なるほど、株式会社フリーウィンド、はい、そう調べればそれが出るか、上野動物園でゴリラやってる僕が出るかっていう感じで、はい、ちょっとゴリラ今想像できたからそんなことない失礼ながらすごいどうですかレイちゃん、なんか、はい、あの聞いてみていかがですか、そうですね、なんかぜひねあの未熟者ですけれども、いやもうそっち行っちゃった違う社長とお話ししますようですよ、あの、なんて言ったらいいんですかね、このぜひ三王室ともね、うんうん、チラシ作っていただきたいし、そうですね、なんか宣伝それこそこう
渋谷クロス FM 出てる時に何かこうすれ違った人が私たちのこう名前を結局わからないので、うん、それをね、貼るチラシとか一部ですけど、うんうん、作っていただけたんで、ここね、歩いてる方が足を止めてくださる、それとかすごいいいなと思いながらも、花粉症の季節だったらティッシュやればみんな持ってってくれますよ、うん、ティッシュに広告入れとけば花粉症の時みんなティッシュ欲しがるんで今もブタクサでギリやれますけど、ね、僕もティッシュだったらすぐ受け取るんで、受け取れますか、確かに。でも確かにそう、なんだなんだろう、お話ししてると、うん、途中スッと入ってくる、うん、当たり前だけど大切にしなきゃいけないみたいなことを、うん、ちゃんと、うん、前に持っていってらっしゃるっていうのは、うん、やっぱ社長なんだなとか思ったり、うん、いやでもね、僕が一番いらないっていつも言われてるんですけど、そんなことないですよ、褒められるのダメなんだ、そうですね、ちょっとね、褒められて育ってないんでもういつもバナナだけもらってこうやってやってるんでね、はい、なるほどなるほど、いや僕らバカにするわけにいかないからいやいや、でもね、一応なんとかね、先ほど言ったんですけど、これ真面目な話なんですけど、はいはいはい、9月でね、13年目になりましたので、ね、おめでとうございます。で、もう一個の会社も5年目に入ったということで、おめでとうございます、はい、ただね、紙媒体はアナログなんで、うん、若い方はなかなかね、あれなんですけども、ぜひ紙媒体アナログのチラシとか広告やりたいって言ったら、株式会社フリーインドの明石まで、うん、お願いします、うん、お、さすがですね、素晴らしい、さすがです、観覧の方が、ね、はい、今見てくださって、はい、嬉しい限りですよね、すごいですね、なかなか僕トーク下手だから絶対みんな聞いてくれないかと思ってね、いや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 、なんかちょっと頼りにしてますよ、僕一番年下なんですけど嘘、なんでそこで嘘つくんですか、このラジオ大体顔見てますか顔見たらそう思いますよねそんなうなずかなんで、なんで回しもんね、回しもん社員だよ、社員面白い、本当に、ね、ですもうちょっとお時間あるんで、ね、はい、あ、よかったです、もう帰れって言ったら絶対これしがみつこうかと思いましたからねやだちょっとプライベートのこともね、なんか質問していいっていうことなんですよね、はい、趣味特技は何ですかっていうすごいシンプルなところがありますけど、これちょっと聞いてみます、お見合いみたいな感じですねあ、そうですね、ちょっとじゃあお前を付き合い、特技ですね、これはね、真面目に言うと、手品、マジックですね、今やれって言ったらできないです、何も持ってきてないんで、あ、何かあれば、はい、さっき言った通り、イベントでマジシャンとかよく来てて、やってんの見てて、で、あ、俺も覚えたいと言ってマジシャンに金払って教えてもらって、ネタ売ってもらって、あ、なるほど、はい、で、まあちょうど老人ホームとかであんまり予算がないって時はマジシャン呼べないからって言って、俺が代わりにマジックショーをやったりとかもして、そうだね、そう、披露してその利用者さんの前でやるってことですか、あ、そうそう、老人ホームでやったりとかして、へぇ、はあ、もうサンタの格好とかも全然するし似合いそうだ、はあ、素敵なチョイスが本当にチョイスが素敵いや本当にあれですよ、僕渋谷とかサンタの期間の時にやってたら、うんうん、普通の人がやってるとみんな声かけないのに、うんうん、デブのおっさんがこうやってやってるからみんな本当サンタだっつってでプレゼントこうやって40個ぐらい100円ショップのとか持って、子供とかに女の子にあげたりとかして、いや、すごいすごい、でも全然バカにするとこないんですよ、うん、本当ですか、嬉しいですね、いや、すごい、なんか本当になんかご自身のことも考えてらっしゃるし、なんかやっぱ広告代理店って本当になんか説得力あるなって感じです、うんうん、僕もなんかその褒めちぎりたいわけでもないんですけど、なんかずっと褒めてて、なんだろう、いや嬉しいですね、褒めるところこれしかないのにね、そこを広げていただいてねすごいすごいなと思ってます、なんか結構感動してます僕は今、これちょっと真面目な、はい、また真面目な話になっちゃった、はい、あれで今後お仕事を通してやりたいこと、叶えたいこと、これ真面目にここだけ言っていいですか、はいはい、ね、子供食堂がやりたいんですよ、まあ、ここは皆さんちょっと真面目にいきますけれども、うんうん、うち年に2回ぐらい夏と、うんうん、あと冬、うん、夏は暑いから、うんうん、児童養護施設にペットボトル500本とかあげたり、冬 の, サンタの時には養護施設にプレゼントとかをあげてるんですね、まあ、大したお金ないからちょろっとだけなんですけど、それずっとやられてるんですか、もうここ 4,5 年コロナになってから、はあ、なるほど、そこをだからもっと広げて、常設で子供食堂できたら、やっぱ腹いっぱいになれば人間って悪いことしないんで、あ、それはそう、本当に、みんな腹いっぱいに食わせてやりたい、これちょっとね、さっきのあいつのトークじゃないよと思うかもしれないですよその真面目なところなんだけど、これは僕の夢ですね、あ、そうなんですね、はい、でそのためにはまずうちが儲けないといけないから、ぜひ皆さんお仕事よろしくお願いいたします、ぜひぜひ、はい、立派な志ですし本当にご飯ね、
ご飯なんですよね。ね、ね、子供もうお腹いっぱいになったら悪いことしたら寝ちゃうから。寝ちゃう。ね。そう、悪いことしてる場合じゃないから。場合じゃない。場合じゃないから寝なきゃいけない。本当にそれは夢ですね。もう。なるほど、はい。子供食堂の重要性みたいなのもねお話いただきましたけど。はい、あね。急に声がモゴモゴしてちっちゃくなっちゃうけど大丈夫ですか。あ、違います。はい、ちょっと今時間見ちゃいました。ごめんなさい。はい。ね、まだありますよ。うん、よかったです、はい。またしがみつくところでした。いやね、いかがでしたか。はい、すごくあのためになるなんて言ったら聞き戦になってしまっててあ面白いみたいな。いやでもいい話めちゃめちゃ聞けましたね、うん、そろそろお時間なんですけど、はい、そうですね、なんか最後に一言っていう時間があって、うん、宣伝とかあればぜひ、うん、いや本当にあの宣伝したいのは、まあ人類皆兄弟皆さんが平和になれるようにそれにはまず僕が平和で幸せにならないといけないので、うんうん、アナログの仕事広告の仕事ありましたら株式会社フリーウィンドの証まで、ね、いただければ皆さんにお仕事いただいた分、そうやって寄付ができたりとか、うん、いろんなことあとは僕の飲み台に回ることもありますけど、うんまあ、それは愛嬌ということで ね、 それはね許していただいて ね、 ぜひね、はい、ぜひ特にデザイナーが優秀なのでデザインとか、うんうんうん、僕この業界30年やってるんで印刷とか、うんうん、あとはそのポスティング看板とかですね、うんうん、あとさっき言った新規事業のコーティング、うん、携帯すぐ終わっちゃうっていう人がいたら、うん、ぜひとも紹介していただいて、うん、やってくださったら僕は最高に喜びます、はい、そうするとここにしがみつかないで帰れるということになるんでねあ、はい、よかった、うん、よかったと思います、はいはい、ありがとうございました、うん、いやもうね別れるのが寂しいですけれども、ね、じゃあまだいますけど大丈夫ですか進行がありましたはい、では最後の曲になりますジェードでラブホーパラダイスどうぞ。For your eyes. ラブラブハオハオテキラテキラスでハグをして今宵はオールデーラブラブハオハオビーナス噛みしめてミモザに口づけをチャ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 ウーロンチャ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 プアル馬も鹿もハイSaturday, love, love, how, how, paradise, 駆けつけて、私を。
ゴーパラダイスでした。はい、はい、そろそろエンディングが迫ってきたので少し告知タイムをしていきたいと思います。はいはい、ごめんなさい、楽しかったですね。いや、なんかちょっと息切れがね余韻がねありますね。いや、楽しかったですね。はい、はい、では私からさせていただきます。はい、はい、私真中レイです。インスタ、X、TikTok 全部やってます。よかったら写真を撮っていただいたりスクショしていただけたらフォローしていただけたら嬉しいです。TikTok は毎日投稿していたり配信もしています。はい、X とかではね日々のお出かけだったりとかこういうお仕事の告知だったりとかをメインにつぶやいております。またどこかでねお会いできる時があればイベント告知とかもね X でホームとかもURL 貼ってますのでよかったら皆さんよろしくお願いします。レイちゃんといえばラーメンとかね、ラーメン、はい、ラーメンつぶやきもしております、うん、はい、ね、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、あとですね、画像は大丈夫です、ありがとうございます。はい、メインに、はい、ありがとうございます。今度ですね、10月の4日と11日かな、金曜日、来週の金曜日、2週連続でフットアワードかな、フットアワードかな、バナナマンさんの番組にちょっとね、うん、フットボールアワーさんかな、じゃあ違うあのそういう番組があるんです。そう、フットボールアワードじゃないんで、フットアワードっていう、コストコをやるんですけれども、そちらにちょっと出演させていただきましたので、ぜひ、テレビ出演初ではないんですけど、はい、出るのでよかったら皆さん見てください。はい、10月4と11多分です。ごめんなさい、はい、金曜日見てください。はい、よろしくお願いいたします。のぞみさんどうぞ。はい、画像をよろしくお願いします。出ました、お待望のですね、待望のファンミーティング開催決定でございます。おめでとうございます。拍手ありがとうございます。渡辺のぞみに清き一票をよろ、ですね9月29日なのであさってでございます。場所は目黒スタゴ屋さんです。まあ、この番組ではおなじみになりますが、はい、駅近なのでぜひぜひ来てください。前ですな、ファンミー一回やろうって言ったら潰れちゃったんですよ。あらあらあら。でそっから時を経て1年ぐらい経ってんのかな、うん、もう、うん、でそのファンミ前に企画した時も1年は経ってたから、はいはい、もう数年ぶりにやっとできるよというファンミがございます。とぜひぜひ、はい、ぜひぜひね、予約まだやってまして、渡辺のぞみひらがなで X 検索したらもう一番上のでね予約できますので、はい、誰っていう人も歓迎ですんでぜひ、ね、おって言いますんでぜひぜひね足を運びくださいませ。はい、はい、以上でございます。はい、ちょっとねまだ時間がありますが、あ、ちょうどいい時間あるね。はい、いやずっとやりたかったのがあるんだよね。ありますね、うん、あ、違う、ごめんなさい。一回じゃあスタゴ屋さんの告知をねさせていただきますね。あ、時間なかった、ごめんなさい。はい、目黒駅から徒歩1分のスポーツライブバースタゴ屋さんでは、今月9月でね閉店してしまうそうだということで、今週末のイベントが最後となります、ね、そして、うん、スタゴ屋プレゼンツというねラジオもこちら最後となりますので、ね、また次はね違うお名前が変わってやるということです、うんうん、はい、で明日28日土曜日は、うん、14時から元プロ野球選手の佐野さんのトークショーを開催し、うん、ゲストにこちらも元プロ野球選手の広瀬さんが来店予定とのことです、うん、前回もね開催好評だったようで、うん、今回はスタゴ屋で貴重なお話が聞ける最後の機会なのでぜひ皆様お待ちしております。お待ちしております。次の日の29日はね渡辺さんのね先ほどもイベントあるので、はい、ぜひ皆さん週末スタゴ屋でお越しください。お越しください、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、雨の中ご観覧皆さんありがとうございます、ね、濡れてないかしら、ね、大丈夫、今日からお天気が悪くなっちゃうということで、ね、皆さん、はい、ありがとうございます、ね、最後ですね、うん、1分ぐらいやりますか。じゃあ1分ぐらい、あ、はい、ちょっと忙しいですけど、いや、ごめん、心理テストもらったのよ今日で、やろうやろうって言って、なんかじゃあパッとやっちゃいますよ、はい、ね、2番やります。あ、2番、はい、はい、読んでください、はい、カレーを作ります。隠し味に入れるとしたらどれを入れますか、はい、1インスタントコーヒー、はい、2チョコレート、3リンゴのすりおろし、おい、4味噌、皆さん何入れますか。私1、はい、はい、僕3、はい、はい、インスタントコーヒーの人、はい、はい、チョコの人、はい、
リンゴのすりおろしの人。はい。味噌の人。はい。じゃあ答えお願いします。はい、答え、ダダン。何の心理テストだったんでしょう。1を選んだあなたは、違う、秘密にしたい自分の性格がわかる。おー。1を選んだあなたは辛口な毒舌家というのを隠してます。インスタントコーヒーは苦い味がします。あなたは辛口で毒舌家の性格なのを秘密にしておきたいのでしょう。2を選んだあなたは自分に甘い、チョコレートは甘いものです。あなたは自分に甘い性格なのを秘密にしておきたいのでしょう。3を選んだあなた、これ僕だ、献身的で優しい。いや、これ隠してないけどな、はい、リンゴのすりおろしは身を削ってでも人に尽くしたい性格であることを象徴しています。うわ。4を選んだあなたは努力家。味噌はしょっぱい味がします。あなたはしょっぱい汗がたくさん流れるくらい一生懸命努力をする人なのでしょう。はい、また見返してください。 YouTube ぜひ見てください。そして、今日はですね、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、次回の放送は10月26日金曜日から5時からとなります。はい、本日の当番 MC は真中玲、そして渡辺のぞみでした。スタコヤプレゼンツ渋谷トーキング、それではまた再来週お会いしましょう。せーの、バイバーイ。